はい、今日は9月1日です。今日は UFO を見た話とかをしようと思います。UFO は今まで4回ぐらい見ました。で、昔ね、40年ぐらい前かな、多摩丘陵っていうか、そこで丘をね、降りてたんです。そしたら丘のね、一番谷のところにね、葉巻型の UFO がね、長さが400メーターぐらいじゃないかな、ぼーっとね、滞空してたんですよ。で、くそ、こんなところにとか思ってね。で、隣に歩いてた人に、あそこに UFO が、あそこって言ったらね、その人には見えないんですよね。で、不思議だと思いました。それから、2、3年前、台湾に行く飛行機のとこで、久しぶりに飛行機乗ったから UFO でも見つけようなんてね、一生懸命探してたけど、全然いなくて。それから30分ぐらいして、ふっと、あれ、なんか UFO いるような気がするなと思って、パッとね、窓から見たらね、もうほんと、それから10秒ぐらいかな。ちょうどね、反対方向に、下にね、500メーターぐらいかな、なんか飛行機が飛んでたんですよね、逆方向に。で、後で考えてみたら、あれ、翼がないなと思ってね、やっぱあれ UFO だったんですね。で、あとは今度夢の話ですけど、夢はね、5、6回見てますね。んで、一番最初に見たのがね、子供の頃で、空一面にね、黒い鉄球のようなね、UFO がね、もう無数にあるんですよ。それで、夕方だったな、その時の、夕方っていうか夜が始まったばかりの感じの時でしたね、夢の中の世界では。それで、夢から覚めて、次の日の朝ね、ふと思ったのが、あ、これはいつか現実になるんだなって思ったんですよね。そんな気がしたんですよ。それ以外の UFO の夢っていうのは、なんかね、お皿型で横がね、虹色の光がこうあるようなね、それが多かったですね。アダムスキーとかそういう形はなかったですね。それで、その子供の頃見たその無数の黒い点の UFO ってね、現実になるんじゃないかって考えてみたら、それが今だと思うんですよね。今地球の上に100万基が滞空してるとか言うんですけど、それじゃないかなと思いますね。今がその時じゃないかなと思うんですよね。まあ、もう一つ話としては、3週間ぐらい前にお尻のとこね、ザクッとね、なんかね、肉削られるような痛みが来てね、あ、やられたなと思ったんですよ。人間ね、のね、体にね、UFO がね、貫通して、その時にね、DNA とかね、血液を採取するんですよ。で、DNA 持って帰ってね、勝手にね、クローン人間作ってるんですよね。私ね、この前やられてから、その4、5日前もね、お尻のとこ3回ぐらいやられてからね、それは痛くなかったんだけど、最後のがね、すごく痛かったんですよね。で、やられたなとか思ってね、何回も取るってことは、クローン失敗するんでしょうね。壊れた DNA を余計持ってる人とかはさ、うまく作れないんじゃないかと思うんですけど、まあ、間違いであってほしいですけどね。っていうのは、もう自分がもう一人向こうにいればね、困るから。では終わります。ありがとうございました。